勝利おめでとうございます。ありがとうございます。今日を振り返ってどうですか、今日の試合。今日はやっぱホームまだ勝ちが取れてなかったので、そこで勝つことができてよかったです。ゆな選手自身は開幕からスタメンを取って、で少し離れてまた今日スタメンでここのホームのピッチでということで気合も入ってたかなと思いますが、そのあたりはどうでしょう。はい、一度スタメンで出ることができたんですけど、あとの試合は全部途中出場で、やっぱスタメンで出たいっていう気持ちはあったので、今日試合出れてよかったです。そして開始早々のゴールでした。早い時間でしたね、はい、狙ってました。いやもう来ると思ったので、アンナさんのパスがで決めるだけでした。今お話に出たアンナさんですが、あのシュートコの先輩でもありますね、はい、先輩たちとこうやって同じピッチで、この今度は高校じゃなくてこういうなでしこリーグっていう舞台でプレーすることっていうのはどう感じてますか。やっぱアンナさんとは高校でも被ってなくて、やっぱ偉大な先輩っていう感じなので、こういうなでしこのピッチで一緒に試合できて本当に嬉しいなって思います。アンナさんも日向さんもそうですね、はい、なんか先輩たちからかけてもらった声とかってありますか。緊張せずに自分のプレーするだけだよって声かけてもらいました。あの高校から上がってすぐにルーキーという形でこうやって活躍をされて、どうでしょう、心境の変化っていうのはありますか。やっぱ自分は一番驚いてますし、プロの世界なので結果を求められると思うので、そこで結果出していけたらなと思います。これからの具体的な目標、今年あれば教えてください。まずは試合出ることが目標だったんですけど、これからはもっと代表とか狙っていけたらなと思っています。あのたくさんのサポーターの方が今日はスタジアムにも来てくれました。 YouTube でもおそらくたくさんの方応援されていると思うので、最後に一言サポーターの方にメッセージお願いします。ホーム初勝利できて本当に良かったです。次の試合も勝てるように頑張ります。応援よろしくお願いします。